2014年ソチオリンピックのフィギュアスケート競技は2014年ロシアのソチで開かれた2014年ソチオリンピックに手実施されたフィギュアスケートの国際競技会である。2014年ソチオリンピックのフィギュアスケート競技は国際オリンピック委員会の統括の下で国際スケート連盟が管理進行しロシアのソチにあるアイスバーグスケートパレスにて男子シングル 女子シングル、ペア、アイスダンス及び団体の5種目が実施された。2月7日の開会式に先駆けて、今大会より新種目となった団体戦が実施された。ロシアが優勝し、ソチオリンピックでロシアが獲得した金メダルの第1号となった。このうち、男子シングルで出場したエフゲニー・プルシェンコが、オリンピックのフィギュアスケート競技において、 史上二人目の四大会連続のメダリストとなった。なお銀メダルはカナダが、銅メダルはアメリカが獲得した。ペアでは、ロシアのタチアナ・ボロソジャル、マキシム・トランコフ組が優勝し2冠を達成した。ペアの選手が、地元開催のオリンピックで優勝するのは、初めてのことであった。クセニアストルボは、ヒョードル・クリモフ組が、銀メダル、アリオナ・サフチェンコ、 ロビン・ゾルコービグミは2大会連続での銅メダルを獲得した。高橋成美、木原隆一組が日本のペアとしては4大会ぶりに出場。開催国枠のあった長野オリンピックと札幌オリンピックを除けばアルベールビルオリンピック以来2組目のオリンピック出場となった。前回のバンクーバーオリンピックで銀メダルを獲得した中国の法政、統権組は4位に終わり。 今大会限りでの引退を発表した。男子シングルでは日本の羽生譲るがアジアの選手として初めて優勝した。ハブは s p では史上初めて100点を超えるスコアを出し金メダルを獲得、夏季冬季を通して初の平成生まれの金メダリストとなった。カナダのパトリック・チャンが2位で 銀メダルをカザフスタンのデニステンが同国にフィギュアスケートで初めての銅メダルをもたらした。13位のフランスのブライアン・ジュベール、さらに SP の6分練習中に足を負傷し、競技を棄権したプルシェンコが引退を発表した。マイケル・クリスチャン・マルティネスはフィリピンから唯一の本大会参加者であり、フィリピン及び東南アジアで初めてオリンピックのフィギュアスケート競技の出場者となった。 アイスダンスではアメリカのメリル・デイビス、チャーリー・ホワイト組が SDFD ともに自身の持つ歴代最高得点を更新しアメリカのカップル競技では初めての金メダルを獲得した FD の演技構成点では史上初めて10.00満点を出した前回大会金メダリストのカナダのテス・サバーチュスコット・モイア組が銀メダル地元ロシアのエレーナイリニフ ニキータ・カツァラ・ポフ組が銅メダルを獲得した。23位の中国の黄金・低組が引退を発表した。女子シングルではアデリナ・ソトニコワがロシアの女子シングル選手としては初めて金メダルを獲得。前回発射の韓国の金剣チゴは銀メダルに終わり、演技後に現役引退を発表した。カロリーナ・コストナーが イタリアの女子シングル選手としては、初めてのオリンピックのメダルを獲得した。イサドラ・ウィリアムズが、ブラジルの選手として、初めてオリンピックのフィギュアスケート競技に出場した。競技後に、金メダルに絡む採点問題が取り上げられ、競技終了後から3週間を経過した3月10日に、大韓体育会は、可能な限りあらゆる方法を動員し、さらなる措置を取ると表明。 21日には大韓体育会が ISU に当時の審判構成への意義を申し立てるという抗議方針を決定した。一方、IOC 側は採点の再検討はしない。厳格なルールを持っているとし、採点見直しには応じない立場を示している。4月10日に大韓体育会と韓国スケート連盟は正式に ISU の懲戒委員会に提訴したが、 韓国内の不満を収束させることはできず、大規模なデモ活動が継続されるとともに、おったびをチンクアンタ会長の退任を求める署名活動も行われている。エキシビションには各カテゴリー上位5組と推薦枠で高橋大輔と浅田真央が出演した。開催国の推薦枠で、アディアン・ピット・キーエフ、エレーナ・ラジオノはリーナ・フェードロワ、マキシム・ミロシ・キングミが、 オープニングには本大会のアイスダンスで16位に入ったビクトリアシニツイナ、ルスランジガンシン組が出演した。出場枠が各国に対して与えられ、出場選手は各国により選出された。各種目ごと各国に対して与えられた出場枠は2013年3月に開催された世界フィギュアスケート選手権及び2013年10月に 開催されたネーベルホルンハイの成績により一内し3と決められた。なお、各種目ごとに選手定員が定められており、上記大会で成績界の国には出場枠が与えられていない。ネーベルホルンハイでペアの出場枠を獲得したエストニアは、アレクサンドル・ザボエフがエストニアの国籍を取得できなかったために枠を返上し、日本に出場権が移った。 世界選手権でペアの出場枠を獲得したフランスはダリア・ポポアがフランスの国籍を取得できなかったために1枠を返上しオーストリアに出場権が移った2012から2013年シーズンの世界選手権ヨーロッパ選手権4大陸選手権世界ジュニア選手権及び2013から2014年シーズンの ISU グランプリシリーズ ISU グランプリファイナル、ISU ジュニアグランプリシリーズで各国の選手が獲得したポイントを合計し、個人戦の出場枠が3カテゴリー以上ある国のうち、上位10カ国が代表となった。イギリスは男子シングルで個人戦の出場枠を持っていないが、団体戦に限り出場者を補充できる。エストニアはその後ペアの出場権を返上したため、 個人戦で3カテゴリー以上の出場枠という条件を満たさなくなった。競技出場には2013年7月1日時点で15歳以上という年齢制限が課された。出場のために最低技術点が設定されており、当該シーズンと前シーズンの国際スケート連盟の主催する大会で、ショートプログラムとフリースケーティングの両方でクリアしていなければ出場ができない。 時間は、モスクワ時間競技は、開会式前に開始され、22日にはエキシビションが実施された。太字は、決勝種目。男子シングル女子、シングルペアアイスダンス参加10カ国が、予選に参加し、ショートプログラムを滑走し、1位が10点、2位が9点、10位が1点を獲得する。4種目終了時点で、合計得点。予選の点数は決勝へと持ち越される。 個人戦で複数枠を保持している国は、予選と決勝で選手の交代が許されている。男子シングルショートプログラムフリースケーティング女子、シングルショートプログラムフリースケーティングペアショート、プログラムフリースケーティングアイスダンスショートダンスフリー、ダンス上位5位以内の選手と開催国推薦枠、及び推薦枠の選手が参加し開催された。このうち、開催国推薦枠は、 ソチオリンピックには出場しなかった、ロシアの若手選手アディアン・ピット・キーエフ、リーナ・フェイドロワマキシム・ミロシキン、アレクサンドラ・ステパノワイワン・ブキン、エレーナ・ラジオノワが参加し、推薦枠からは、女子シングル6位の浅田真央と、男子シングル6位の高橋大輔が参加した。参加者及び、滑走順は、以下の通り、第1部、第2部、ありがとうございます。